はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、気づいたらなんかこんなごつくなっていました。はい、もうね、環境をメタることだけを考えた、装備でね、今回やっていこうと思います。結局ですね、僕のねプレイスタイル的にいつもね、まあ何かしらで前に出てしまうということで、まあ5層だとねもう無理なんですよ。うん、もう5層貫通弾当たり前の時代ですから、5装備っていうのは裸でね、前に出ているのと同じなんですよね。じゃあどうするかというと、まあ防具というものをね着ればいいんですよ。それがこちらの6装備たち、まあ、6層をね貫いてくるやつらはなかなかいませんので、これを着ることによってですね、互貫通をまずメタれる。それプラスですね、AR30 と SJ16 の胴体ワンパン2機も、まあ、胴体で耐えることができるんですよ。まあ、頭はもうね GG なんですが、やつらはもう胴体に甘えてきたので、まあ、多分胴体狙ってくると思うんで大丈夫なんですよ。はい、ということで今回はね、ちょっとこの防具を使ってマジで勝ちに行きます。はい、で僕は RPK16 に互貫通を詰めています。ちょっとこれも負けたらもう終わるかもしんない、本当に。もうどうしましょうっていう。もうあとは外役装備で一旗あげるしかないわ、こうなったら。もう今日だけは絶対勝たせてもらいます。はい、基本ステータス垂直85の水平ラッキーラッキーで、エルゴノミが50ので精度が7ラッキー0で、腰ダメ射撃が69からの有効射程140ですね。今回はもうふざけなしのね、完全体の RPK16 作ってきました。まあ僕ね、やっぱりそのエンタメチックにもしたいっていう気持ちもあって、まあもちろんね、わざと負けたいとかいうそういう気持ちはないんですけれども、まあネタ吹きに走りがちだと。はい、まあでもちょっとね、本気でやる。うん、もう負けられない。もうお金がない。もう負けていいお金はもうない。もうどこにもないから、ちょっと本当にガチです。これ負けたらもうご装備買えないと思います。だからやばいです。本当に自分のアイデンティティが失われてしまう恐れがあるので。それってやばくない？アイデンティティ全ロスしている実況者いる？いないよね。僕がご装備着なくなったらもう誰が経済回すんですかと。だからちょっと僕がですね、ちょっとここは絶対負けられないわけ。もうこれは本当にこのメンタルブレイクアウト界を背負ってるから、僕が負けてね、うまうまする人が出てくれるんだったらまあいいんですよ。でも僕が負けてもさ、誰もうまくなかったら誰もうまくないじゃん。僕もうまくないし、敵もうまくないし、みんなもうまくないじゃん。見てるみんなも。これ良くないと思うんですよ。だから、まあ僕が負けても敵もうまいし、みんなも見ててうまうまできるっていうのがね、やっぱその、なんだろう、いい流れというか。で、まあ僕が勝ったら、まあ僕はうまうまして、みんなは、まあ、まずまずするっていう。まあ、それもまあ、それでいい流れなんですよ。まあ、誰かしらがさ、うまうまできてればいいじゃないですか。でも、誰もさ、うまくなかったら、それダメじゃないですか。それはマジで悪なので、ちょっと自分のね、正義を貫き通すために、ちょっとここはですね、もう本当真剣に、もうふざけなしだわ。もうガチでやります。はい。ちょっと本当に、もう喋らない。もう喋らない。本当もう。うん。もうこれからもう、お口ミッフィーで行く。もう絶対喋らない。もうマジで。喋ったら死ぬ。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってまいりました。まずはノンリコイル部。久しぶりですね、 LPK16。 いやマジで最近さ、なんか使いたい武器がねないんですよ。本当に困ったよな、マジで。もう少しね新武器増えてくれたら嬉しいんですが、まあ、こんなもんか。はい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 、まあ強いね。うん、まあ普通にやれそう。まあ、これ有効射程も140ありますからね、バケモンです。はいはいはい、強すぎ。はい、待て待て待て、仕上がってるよ。いいねいいねいいね、ちょだいぶ仕上がってきた。最近マジ負けすぎだからさ、ちょだいぶまずいことになってると思うんだよね。僕のあの戦績っていうか、もう 30% 切ってんじゃねえかな、マジでやばい。はい、ということでね、秒速 33cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。なんかさ、変な人いたな。俺今見逃さなかったぞ。SVDS のさ、この人のアイコン何これ。煽り性能でかすぎないこれ。この顔に負けたらさすがにメンタルブレイクアウトするでしょうね。何この髪型、いかつ。一角じゃんこれ、角生えちゃってますね。これ人類を超越してるわ。でこの人のさ、武器さ、このアイコンと同じくさ、なんか一角なんですよ。
これあれだぞ、サーマルついてるぞ、多分。わかんないけど。え、サーマルつけてるよね、2番さん。これ多分2番さんだよな。ちょ、その武器見せてくれ。ちょ、すいません。見せてもらってもいいですか？見えねえな。ちょ、マジで見たいんだけど、それ。あ、サーマルついてるわ、やっぱり。マティかよ。SVDS サーマルバージョン。いかつ。で、いるな。おい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 、聞こえたか、今。てか、これ、移動速度、おっそ。これ、マジで遅いわ、この6層。やばい。これちょっとまずいかも。ちょ、待って待って待って。ちょっと待ってください。は？あ、そっちだよね。まあ、それどうでもいいんですが、これ見てください。これやばくない？マイナス 18% だって。誰が来たいのこれ。誰も来たくないよね。あ、てか、それ普通にスカちゃんか。まあ、でもいるんでね。もうちょっとしばきに行きます。はい。もうここ詰めましょう。これ勇気の詰め。ちょ、マジで詰めようぜみんな。行くしかないぞ、俺たちには。もう進むしかないんだ。全軍突撃。やしゃしーん。さあ、行くぜ。これ、遮音もついてるんですよ、ヘルメット。ちょ、待って待って待って。これ、遮音がですね、中なんで、あんま聞こえないんだな。痛い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 、待って待って待って。そいつしばけ。これオッケー。これが気合のエイム。全然聞こえないけど、遮音中のせいで。最悪ですね。さあ、一枚しばいてやった。こういうこと。アメンじゃねえぞ、マジで。ふざけるな。マイナス1。まずはターゲット1枚撃破。あ、今すぐ撤退。あ、間違えた。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。さあ、こういうこと。さあ、行きましょうか。いや、まだいるもんね、どうせ。しばきてえな。こっち見てるんじゃねえか、どっかから。わかんないけど。いや、怖いですね、これね。ちょ、待ってくれよ。全然わかんねえからな。ちょ、目で見るしかないわ。音を聞くな。ちょっと目で見るわ。今回、あー、ばば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 あははは。お前、舐めんな、待って。おれ！ちょ、待って待って、クッソ逃げられた、最悪。でも、硬いね、僕ね。これは負けてねえぜ。ちょ、待って待って待って、作戦ぶっ刺さってるわ。でも、全然音聞こえねえ、マジで。ちょ、足音聞こえないの痛すぎるな、あれ。ちょ、待って待って待って、怖すぎ案件。あいつなんだ？あいつ誰？あれ、怖いんだけど。あれ、普通にスカちゃんか。びっくりした。ちょっと、手術巻き巻きタイムにも入っていきまーす。ちょっと待ってね。ちょ、みんなみんなみんな。ここいるわ。突撃しろ、マジで。ちょ、頼むから。アタックしてくれ！アタック！そして2番さんしばかれてる。なんで？なんで2番さんしばかれたん、それ。アイススモーク。素晴らしい。さあ、サーマルサイトニキがしばかれてしまいましたが、もう俺ら行くしかないのよ。さあ、詰めるぜ。マガジンリロールタイムからの、ガン詰め入りましょうか。あ、怖い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 。何それ何それ。後ろはスカちゃんか。じゃ、まずい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 。スカちゃんダルスギャンケン。いった！痛すぎるってマジかよそれ。痛い、やばいやばいやばい。死ぬ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 、マジで死ぬ、マジで死ぬ。やばいやばいやばい。はあ、そっちか。ちょ、待って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 、やばいですって。ちょ、やばいってそれ。大丈夫か。アイスグレネード。ちょ、やばいやばい、もうマジでさ、全然やばいって。お前らマジか。それはなしだろって。おい、スカちゃんさすがにうざすぎる。だーれ。ちょ、援軍要請、援軍要請。こっちのセリフな、それ。ちょ、君はどこにいるの？あ、マジか。しばかれてんじゃねえか。何をしてんの？痛そう、マジで。スカちゃん、マジでやばい。なんでここのさ、戦闘に介入してくるかな。だるすぎるね。そしてなんかスモーク耐えてくれた。あ、なんかしばかれたわ。え、マジで？誰にやられた、それ。え、いかつ。ちょ、待ってくれよ。マジっすか。あ、終わった。マディか。うわ、だるいな、これ。ちょ、どうしよっか、マガジンワッフル。行くしかねえな。もうやるわ、こっち側。もうやるっきゃない。さあ、絶対しばくぞ。もうここ、あー、だい！おれ！はい、やってやった！反射神経で勝っていきゃいいのよ。なめんじゃねえぞ、マジで。ふぅ。これが6装備の戦い方じゃ。マジで何も聞こえん。いつも GS2 だからさ、マジでわからんな、これ。いやー、ちょっと危なかったですね。ちょっと手術巻き巻きタイム。これ2枚しばけたので、もう僕の勝ちです。はい。あっぷな、マジで。やっぱ6層ですよ。硬すぎる。敵からのダメージ全然痛くも痒くもないわ。こういうこと。これがメタっていうことですよ、皆さん。メタを考えないといけないわけよ。ゲームっていうのはさ、まあ、特に対人戦の場合は、環境変わりますんで、メタをですね、しっかりと考えないと負けます。僕にしばかれた敵たちは、メタのことなんて考えずに、もう環境のね、最適解と呼ばれるものを、
ひたすら使った結果、まあ、しばかれたわけよ。まあ、だから、まあ、ほんと僕の勝ちってこと、ここ頭使いましょう。やっぱゲームっていうのはね、頭を使わないと負けます。ただ、こっからが地獄だぞ。マジでやだな、ほんとに最悪なんだけど。とりあえず ASMR のお時間です。よし、まあ、とりあえず乗り切った。うん、こっからだよね。この銃声何？やばいんだけど、ほんと。遠距離から撃ってくるやつが鬱陶しすぎる。マジで。ちょ、だるすぎるわ。さすがに遠距離に気が。いや、武器庫の外周、これだからやなんだよな。もうしょうがないんですけどね。まあもうほんとこれ環境なんですよ。これが環境、マジで。この遠距離環境をどうにかしてくれ。味方がいないの寂しすぎる。一人こうやって弾込めてる時の気持ちがあなた方にわかりますか？みんなはどうせフレンドとさ、話しながらやってんでしょ。ずるいよ、そんなの。なんで楽しみながらメンブレやってんだよ。俺はさ、もうメンタルがね、壊れながらもやってるってのに。ちょ、待って、ここしばけるか。これしばいてもいいかな。答えは聞いてない。ちょ、しばくわ。一旦しばきまーす。さあ、RPK16 やってきた。まあ、同じですね。はい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 。まあ、ルイは友を呼ぶと言いますが。で、もうバックまで同じだからね。これはルイ友案件。もうあとはここで動かざることでいいかい。答えは聞いてない。もう無理だわ。だってもう防具の耐久値肉だもん。これもう無理。無理なもんは無理だから。ね。さあ、BP 弾か。まあ、君の範囲はそこだね。BS 弾だったらしばけてたんじゃないの？ワンチャン。はい。ってことで、まあ、こんな感じか。じゃあ、あとはこっちに詰め直して、で、さらにマガジンもですね、詰め直しましょうか。これでマスをね、圧縮させます。あとは健康状態、水分が足らないから、ちょっとこれね、もうタウリンドリンクを飲んどくわ。はじめに。ちょ、脱水案件でさ、ダメージ食らうのめんどくさいんで。いやー、どうしよっかな。もうこれ以上さ、もうしばかなくてもいいんだけどね、僕的には。いや、正直やりたくないんだけどさ。行くっきゃねえのか、これ。どっかいるか？怖い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 。ちょ、マジで怖い。は？なんかいるんだ。ちょ、待て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 。芝こっか、こいつ。こいつ、スカちゃんか、これ。いや、びっくりした。邪魔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 。鎮痛剤。いや、こっちか。待て、キャンセルキャンセル。ちょっとね、ガブ飲みタイムに切り替えます。ちょ、水分もったいないので、しっかりと水分が減らないやつを使っていく。こいつもスカちゃんか。どこにいるの敵は。ちょ、マジでわかんないんだな。あいつもしばきたいんだけどさ。え、だだだ、べべべべ、ははははは、は、ちょ、待って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 。いるな。ちょ、マジかよ、それ。めんどくっさ。いたわ。ああ！もう、何もう、ほんとに、もう、最悪なんだけど。くっそ、もう。はぁ、もうマジでやだわ、もう何これ。なーにこれ。最悪なんだけど、もう X50 とかいうクソ害悪。もうやですよ。やめてくれ、もう気づいてくれ。気づけ、俺。もう最悪だ、もうマジで勝てない。勝てない。勝てない。あと2枚。もう何枚やればいいの？このゲーム。バカか。クソゲーじゃねえか、これ。ほんとに。なんなの、これ、マジで。もう最悪ですね。ちょっと待ってください。気軽に復習案件見てもいいですか？うわ、うまそう。うまそう、これ。MK142機です。さあ、5ヘルに5層に玉ねぎバッグ。はぁ、マジですか。メタれてますね、完璧に。完全にメタってる。で、嬉しい偶然とか言って、お前、偶然扱いすんな。俺の実力な、これ。普通に。何が偶然じゃん。黙らしちゃえ、ほんとに。ふざけるな。で、まあ、ヘッドショット、ヘッドショットからの撃破ね。巧みな技とかも、全然技でも何でもない、お前、バカか。ちゃんと分析しろ。犯罪だわ、ただの。X50 っていう名の犯罪だわ。何を言ってんだ。これが巧みなわけねえだろうが、バカだねけ。ちょ、もう、最悪だわ。まあ、結局これが強いよね、本当にね。うん、まあ知ってる。だからといってさ、じゃあその AX50 毎回使ってればいいんですかって違うじゃないですか、それはまた。話が違ってくるわけですよ。いいよね、何にも縛られない人は、そうやってさ、AX50 打ってるだけで稼げて、もうさぞかし気持ちいいことでしょう。僕は負けません。